部下たちが進んで家計を行う私を気味悪がっていたことは知っている。放て。よくもまあハキハキと火をくべられるもんだな。団長殿は幼少の頃から進んで家計場で火を放ってたそうだぞ。炎を見つめていると思い出す。ゴーゴーという音が恐ろしくて扉を開けた。家々の壁に揺らめく無数の不気味な影の群れ、肉の焼ける匂い、歓声とも罵倒ともつかぬ人々の叫び。ふと誰かが松明を私に渡した。私はそれを投げ捨てた。ただ恐ろしかったのだ。不思議なことが起こった。私の投げ込んだ松明に合わせて影たちが一斉に揺らめいたのだ。わかった。私がこれを投げ込むと影はそれに合わせて踊るんだ。私は知った。夜に隠された秘密を。世界という薄皮を一枚剥がすと、そこには恐怖がうねっているのだと。そしてその恐怖から逃れる術を。彼らを率いて彼らの一部となって踊ればよいのだ。炎に当たられたのか、私は下腹部に不思議な熱を感じていた。すみません、ファルネーゼ様、体調が優れません。少しの間休ませてもらえませんか。いいだろう。だが体調管理も任務のうちだぞ。私は間違っていない。すみません、ファルネーゼ様、体調が優れません。少しの間休ませてもらえませんか。いいだろう。だが体調管理も任務のうちだぞ。火は苦手だ。3年前、自分の母が目の前で家計に処された。そんなことはありえません。製鉄騎士団団員の身内に邪教徒がいるなど。いや、しかし確かに今母と。お前が火を放て。ファル、証明してみせろ、お前の母ではないと。もう一度誓え。お前の主はこの私だ。私だけだ。今までもこれからもずっと。私たちは何を埋め隠し、何を焼き払い、何から解き放たれ、何に縛られたのだろう。なんでガッツの後つけ回すんだ。ガッツに弟子入りするのか。違うって。人に頭を下げるぐらいだったらな、こそこそ後つけ回してでも技を盗むのが男ってもんだら。泥棒だな。もしかして石を投げる泥棒だから石泥。言うと思ったぜ。さて、追っ始めるか。
どこかに、あいつが。貴様は黒い剣士。貴様ら邪教徒だな。おとなしく縄につけ。ここであいつに巨大な恩を売っとけば、コソコソする必要もなくなる。ギブアンドテイクってなもんや。あざと。その女ならあっちで見かけたぞ。これが聖地だと。悪い冗談だな。吐きだめの間違いだろう。黒い剣士だ。取り囲み、動きを封じろ。助けてくれ。俺は魔女とは関係ねえんだ。剣士め、仇取ってやる。キャスカはどこだ。胸に烙印のある女だ。魔女なら他の団員が追っておるわ。鍵をくすねておいたのよ。ここをこうやって。よし、開いた。この先にキャスカが。来やがったか。なんだろうが、かかってきやがれ。おい、何をする。俺は味方だぞ。やめろ。誰か助けてくれ。
石殿、キャスカを連れて先に行け。俺はこいつらを始末する。俺も。あんだよ、くたばんじゃねえぞ。預けばっか食わせやがって。俺だけなんだか知らねえが、こんな場所にあいつを置いとくわけにはいかねえ。いただいていくぜ、今度こそ。グズグズしてる暇はねえ。急いで追いかけるぞ。お待ちしてました、黒い剣士殿。あなたに多勢で仕掛けるのは愚の骨頂です。あなたがその剣で10人切り倒せば、途端に戦の流れは変わってしまう。恐怖が伝染した味方は敵に勝ります。こいつ喧嘩がうめえ。心配ですか、あのお嬢さんたちが。この先で仲間が網を張っているはずです。そろそろ捕獲している頃でしょう。なんて嘘ですけどね。あなたにはもっと焦っていただかないと。まともにやっても勝てる気がしませんので。あなたはファルネーゼお嬢様にとって少々刺激が強すぎます。消えていただく。柄にもないことやるもんじゃないですね。みてえな野郎だぜ。もっと早くあいつらと合流しねえと。キャスカ、すまねえ。やつら捕まえた人はあの断罪の塔へ連れて行ってるみたいだよ。まさかキャスカもあの中に。残念ながらこの祭りの筋書きを変える方は人の手にはない。すでに我らは因果の流れの中だ。よっしゃ、殴り込みだぜ。おめえあのこれ足手まといた。俺は俺の都合で動いてんの、ほっといてください。あんたに恩を叩き売るまだ絶対諦めねえからな。好きにしな。何者かであったこともなく、誰にも知られずにうずもれてしまった。私の記憶の始まりはあの塔の下のゴミ溜めの中。
自分が何者なのか知ることもなく、教える者もいなかった。高い空、そびえる黒い影、身を切る寒さ、飢え、そこにあるのはただそれだけだった。上の人間たちに化け物と石を投げられ、穴を掘り、じっと息を殺すようになった。ある日、ムクロが降ってきた。私の住処はいつの間にかこの辺りに住み着き始めた人間どもの墓穴にされたのだった。私はうずもれていった。穴の底でムクロに押しつぶされて、誰にも知られることなく。しかし、意識が消えかかる中、穴の底で私は出会ったのだ。五人の天使に彼らは言った。あるものを引き換えにお前の望みを叶えようと。あるものとは、私を囲むこの世界。そして、望みとは、完璧な世界を孵化することだ。私は卵。完璧な世界の卵だ。穴から這い出た私は、新たにやってきた人間どもをつぶさに見て回った。そして、私がそこに垣間見たものは、世界は醜かった。そんな醜い世界の残骸で私の庭はうずもれていった。真に求めるものはただ一つ。それは、この世界に決定的に足りない、最初で最後の欠片。すなわち、